はい、こんにちは、Q さんです。いつもありがとうございます。実現くんの旅5回目は、実現くんの覚醒に進みます。前回までは、例えば月収1000万円という目標を立ててるんですけども、メンタルブロック、心のブレーキが存在するという話をしました。 過去の一回もしくは複数の些細な体験によってそれが作られ、それが人生脚本となって、その通りに歩んでしまう。だけどもこの人生脚本っていうのは書き換えることができるわけです。例えばその方法の一つとして、A だから B、危険だから失敗するっていうのがあったとしてもですね、A だったとしても C、危険であったとしてもそれは過去のことであって、これからは関係ねえんだよという、 今と過去をきちんと切り離すということなんですね。もちろんそれは程度問題ではあるかもしれませんが、言葉によって書き換えることもそんなに難しいことではありません。とてもパワフルですよね。今まで危険やったかもしらんけどね、これからは関係ないんやと。危険だから失敗するっていうのは今まで自分自身が作ってきた人生脚本に過ぎないと、そんなものはくっそや、という。 これからの未来はちゃうんやと自分で掴んでいくんやということですね。ただですね、言葉だけではなかなかうまくいかないケースもありますんで、それをひたすら浄化していきましょう。そこで、ひたすら浄化の前に、じゃあどんな感じに浄化が進んでくるのかということをイメージングしてほしいんですよね。今、潜在意識の図がありますが、このポチ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 ,ポチっていう赤いのが、いわゆる メンタルブロックです今からこのメンタルブロックを解除していきたいので自分自身の潜在意識にまず向き合ってみてください原因とか内容を特定する必要はありません自分自身の目標達成を妨げるなんとなくそういったブロックがあるんだなということを認識するだけでいいです 頭でなんとなくそうなんかなと思うだけで構いません。大なり小なり誰もが持っているものです。では今からこのメンタラブロックを解除していきますので自分自身でじわーっと感じてみてください。その際こちらの図をねじーっと見てるだけで構いません。で僕自身は今からメンタラブロックを解除するマントラを唱えますのであ、マントラ唱えてくれてるんだなとお地蔵さんだなと 思っていただければ大丈夫ですでは行きます 解除されましたなんとなく心がスーッとしたら成功ですお地蔵さんがきちんと守ってくれていますちなみに今唱えたマントラは地蔵菩薩のご神言でした陰を組んでいました後ほど出てくる神喰というやつですね浄化するイメージ意識そしてマントラ 言葉口そして体真偶の芯ということですねまた後ほどその話はしたいと思いますでは今からですね9つほど覚醒するための浄化のメソッドを紹介したいと思います一つ一つに関してはまた別の機会で深掘っていきたいと思いますがまずは紹介してで少し解説を加えたいと思いますまず一1つ目ですねお腹を撫でるこれインナーチャイルドを癒すということなんですけ、ね、どもう単純な話です 潜在石のブロック先ほどサイの瓦で石を積み上げてる子どもの話しましたけどもそれは自分の自身の中にあるんですよね。頑張って石を積み上げてるんだよ。でも鬼がガーンってやるでしょ。自分自身が地蔵菩薩になったつもりで「大丈夫大丈夫大丈夫だよ」大丈夫だよ,夫だよ」そうやって物理的に。 お腹を寝でるだけで随分と癒されるんじゃないでしょうか。人によっては涙が出てくるかもしれません。それもきちんと浄化できている反応だと思ってください。木の玉を浄化というふうなんですけども。これもまた改めてしっかりと説明したいと思うんですけども、潜在意識、いろんなブロックがあるわけですよね。それを木の玉として取り出し、えそしてこうやって、 物理的に浄化していくわけですね。そのやり方もまた改めてご説明したいと思います。フォ・オポ,ポノ・ポノ。ありがとう、愛しています、許してください、ごめんなさい。ご存知だと思いますえ。掃除や空間の浄化、つまり物理的な部屋を掃除しようということなんですね。心の中と 部屋というのは結構相関されていますので部屋をしっかりと掃除するだけでもいわゆるなんかねメンタルブロック的なことも結構浄化されることがありますよね。で火と水と塩なんですけどもこの3つが浄化の三種の神器と言われるものでですねえ火と水で神っていう言い方をしますしそれに塩が加わると三種の神器が揃うわけなんですね。 家の中で温泉を炊くわけにもいきませんので、普通に火でお水を炊いて、そしてバスソルトを入れるとですね、温泉と同じように浄化の三種の神器に自分自身のまずは体から、そして心から浄化されるということですね。これは金曜日にやるといいと言われているわけですが、その辺はこの本に詳しいので、よかったら読んでみてください。7日間で 浄化しよよううという、まあ、本なんですよね、まあ、僕がちょっとね、プロデュースに関わっている本でもあるんですけども、とてもあのいい内容ですので、ご紹介させていただきたいと思います。CSJM、チャールズセルフ除霊メソッド、えー。こちらもね、もうおなじみの方はおなじみと思いますけども、じゃあ概要欄にこちらのね、詳しい動画貼っておきたいと思いますんで、え気になる方はぜひ見てみてください。諦めの呼吸。うん、もうため息し続いたっていいんですよ。スッすっきりするでしょ。うん。 無意識にため息するとなかなかそれが癖になっちゃいますけどねよし今から俺はため息をつくんだという意図的にはつまり深呼吸ですよね深呼吸呼吸を深くしようということですねそれだけで随分と体が楽になってメンタルブロックが浄化されるという流れになるわけです15分間瞑想、まあ、これも悟りのプロセスってことなんですけどもう瞑想しましょうね 1>, 1時間も2時間もする必要はありませんので、プロじゃないのでですね。でもまあ5分、10分、15分、最大15分ぐらい瞑想の習慣するとですね、結構心がスッキリしますんで、これも騙されたと思ってやってみてくださいで。これね、アホになる。むしろアホであるってことなんですよね。いいんですよ、もうね。なんだっていいんですってことですね。 もうアホでいいんですよというそこまで開き直った気持ちでいるとですねえ過去のこと何でもないよというですねまあほあの過去なんかもうね生ゴミみ,みたいなものですからねと俺は今からそれと未来に生きるんだというねアホになるんやって大丈夫ーというねえそんなモードで生きていこうということですえそしてこの潜在意識のブロックがですね解きほぐれると 月収1000万円というのが実現するわけです。これ1000万円ですね。で、中央に乗ってるのがローレックスです。で、モナコに行ってきました、ね。どっかですでに紹介したと思います。で、これはモナコで見た高級車、これ1億円以上する車みたいですね。で、こちらはですね、ファーストクラスのキャビアです。<laughs> まあまあ、僕もこれ、実際僕が乗ったやつなんですけども。 なかなかね、キャビア食べる機会ないので、これはこれで美味しいかどうか別として、いい感じになったんじゃないでしょうか。ローレックスと、はい、僕のベンツです。<laughs> いいですよね、えー。というわけでですね、はい、今日は浄化するプロセスをきちんと体感することができたんじゃないかと思います。ではまた次回、ありがとうございました。